ハニーオンベリーのギフトボックス。このコーナーではハニベリの2人が今あなたに伝えたいことをゲストをお迎えしてお届けいたします。本日のゲストは北原照久さんのオンラインサロンを運営されていて北原サロンフェス運営委員長でいらっしゃいます草間博之さんと北原サロンフェス運営副委員長の串崎千恵さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はいはい、北原さんね、はいはい、私もよくこのラジオでもお名前を何度も何度も出していますが、はいはい、その私が北原さんとこうやって交流を持たせていただいているのは、うん、北原照久さんのオンラインサロンに入っているからなんです、はいはい、そのサロンを運営していらっしゃるのが草間さんなんです。はい、はじめまして草間さん。はじめまして。はい、いつもゆりがお世話になっております。いえいえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。まずは草間さんに自己紹介をお願いしたいと思います。はい、北原サロン、通称北原サロンですね。はい、北原サロンの運営をしております草間博之と申します。北原照久さんといえば、はい、開運何でも鑑定だ。そうですね。ね、うん、こちらの鑑定士として有名なんですけど、はいはい、まあ、10代の頃から、掲げた夢を全部達成してきている夢の実現のスペシャリストなんですね、うんうん、まあ、そんな北原さんの元に集まって、北原さんから学んだりまたは北原さんの姿勢から真似をしたりしてね、はい、共に夢を叶えていこう、こういうテーマで作ったのが北原サロンであり、その、北原サロンで出会ったのが今目の前にいる、はい、ゆりさん、そして千恵さんということですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではちえちゃんにも自己紹介をお願いします。はい、串崎ちえです。私は自分ではお花の方のお仕事をしたり、はい、クラフト関係のをしてるんですけれども、まあ、以前もこちらに呼んでいただきまして、そうですね、お越しいただいております。はい、2度目でまだ緊張してます。はい、ありがとうございます。で、来ていただいて、まあ、たまたまご縁があって、はい、北原サロンフェスというのを、まあ、開催するその運営に関わることになったので、はい、今日はこういうお時間をいただきまして、はい、本当にありがとうございます。とんでもありません、はい、サロンフェス11月の4日ですね、はい、開催がだいぶ近づいてまいりまして、ね、運営の2人も、うん、あと他の、ね、運営委員の皆様もお忙しくなっているところだと思うんですが、まずはこの北原サロンフェスっていうのはどんなものなのかをお話しいただけますか。委員長お願いします。あ、僕ですか。北原サロンフェスはやっぱり北原サロンのもとに、はい、集ってるみんなはですね、はい、本当に個性豊かなんですね、はい、そんな皆さんがいろいろなサークルを作ったりね、はい、そういったいろいろな活動をしてるんですけど、はい、そこでの練習の披露の場であったり、また北原照久さん、それから北原サロン、はい、これを北原照久さんっておもちゃのコレクターとだけしか知らない方が多いの で、ね、北原照久さんのもっと、素晴らしいところを知っていただきたいし、はいはい、またそのもとに集まったみんなの、まあ、個性豊かなメンバーのことも知っていただきたいし、素晴らしいコミュニティであるってことを知っていただきたい、その認知をね、はい、認知度上げたいっていう、そういうテーマで、企画しております、はい。北原サロンフェスは毎年やられてたんでしょうか。今回初めてなんですね。初めてなんですね。はい、で、北原サロンとしてのこういう大きいイベントって多分初めてなんですよ。そうなんですね。ダンパとかね、はいはい、そういう、まあ、お楽しみのねイベントは今までもたくさんあったと思うんですけども、はい、この要するに北原サロン自体をこう盛り上げていこうっていうことへのこうイベントっていうのは多分もう今回初ですね。そうですね、うん、まあ、ちっちゃいものをちょこちょこやるよりもフェスにしちゃえみたいな感じですか。うん、ね、そうなんです。もともとはなんかたまたま私のところに、はい、実は一緒に運営をやってくれている、エンタメのリーダーの富樫さんって方がいらっしゃって、はい、まあ、トガちゃんって私たちは呼んでるんですけど、うん、はい、まあ、彼といろんな話をしてて、で、彼からなんかそういうライブやりたいんだよねって話をいただいたんですね、はい、私が。で、まあ、私はその前からその今委員長がお話してくれたんですけども、はい、北原サロンって本当に個性豊かで、才能あふれる方がものすごく多いので、なんか私もいろいろポップアップやったりとかそういう外で出展したりってことが多いので、なんかここでもうこの人たちのなんかこう披露できる場があっていいよねって、まあ、ずっと思ってて、うん、はい、でそれでだったらこれフェスにしちゃないってフェスやりたいんだよねっていう話をしたら、あ、いいよねっていうことから、まあ、だんだん話が始まってって、うん、委員長に、ね、まあ、声をかけてという感じだったんですよね、はい、
まあ、でもたくさんの方がいらっしゃるでしょうから、はい、お互いのことを知るきっかけにもなりますよね。なりますね。私もね、本当かなちゃんも感じてると思うんですけど、サロンで知り合った方たちにたくさんラジオに出ていただいてるじゃないですか。大変お世話になっております。そうなんですよ。著者の方だったり、はいはい、もうちえちゃんみたいなね、クラフトでやってらっしゃる方だったり、うん、はいはい、それこそシンガーのシャノアさんであったり、はい、いろんな方に来ていただいてますが、本当に多種多様な、もう多彩な皆様がたくさんいらっしゃるんでね、うん、今回のサロンフェスも本当楽しみです、うん、11月4日会場はどちらになりますか？会場は京橋の、はい、京橋江戸グランというね、はい、ここはですね、北野さんの聖地、生まれた聖火があったところ ね、はい、なので僕たちにとってはもう聖地なんですよ、はい、そうですね、聖地ですね。江戸グランはね、そうだったんですね。そうなんですよ。そういうことも、ちょっとね、そうよね、かなちゃんは今までね、そこまでは、ね、知らなかったもん ね、はい、北原照久さんはもともとご実家がスポーツ店をされていて、京橋でお仕事、お店を持っていらしたんですよ、はいはい、そこの後々が今の京橋江戸グランの場所だったんですね。そうなんです。うん、そうだから、はい、なかなか京橋江戸グランでね、毎月月例会をね、はい、させていただいてるんですよね、はいはい、だからサロンとしてもすごく関わりが深いし、そうですね、でただそこでやるっていうのがね、なかなかハードルが高くて、駅ビルですからね。そうです、そうなんです。京橋駅直結なんです。そうなんですで、まあまあ一般の方もこうね、そうなんですよ。しかも、ね、あんなに美しいビルなので、はい、そうですよね。で、上にはもう何千人って就業者の方もいらっしゃる、オフィスビルなんでね。そうですね。そこでまあでも、そこでやりたいよねって、そうですね、やっぱり思ったし、でだから本当に、はい、まあ、ここで初めてお話しするんですけど、あそこに開催できるって至ったのって、はい、本当はね、はい、どこでやりたかったですか？本当はあそこにね、はい、ライブを毎月やってるこう大階段があるんですよ。そうですね、もちろんね、理想はそうだったんですけど、やっぱり相手もちゃんとしたビルディングですからね、はい、その管理会社もありますし、はい、でこれにはですね、はい、まあ、北野さんもちろんなんですけど、はい、あそこのビル の、はい、その理事長がね、北野さんの実家、はい、お兄様の北野慶三理事長なんですよ。そうなんです。本当に一肌脱いでいただきまして、そしてまたビル側の管理会社の方もね、大変お世話になって、とてもいい条件でね、お借りいただけるようになったので、本当に感謝してます。そうですね、本当ですね。それが本当に約1年ぐらいかかったんですよ、そうですね、そうでしたか。だから私たちの構想からも本当にずっと水面下っていうの、まあ、はい、あまりいい言葉じゃないんですけど、でもまあ本当に歩みを止めずに、皆さんには見えなかったんですけど、はい、実はまあ委員長と、まあ、この私も、はい、ちょっと、まあ、あとはまあもちろん他のメンバーのね、戸川さんとか、まあ、実行委員の皆さんにお手伝いしていただきながら、少しずつ少しずつね、地盤をこう固めていったみたいな感じで獲得した、はい、素晴らしい、本当に、本当、しかもこれ参加無料って書いてありますけど、はい、無料でいいんですか？無料でいいの？もちろんです、もちろんです。ただなんか物販する方もいるんですよ、はいはい、で、まあ、これは概要をこれから見ていただくと分かるんですけど、実は現地での現金やり取りがダメなんですね、はいはい、だからペイペイとかそういった形で の、決済になるんですけども、はい、販売される方もいるので、気に入ったものは、ぜひじゃんじゃんどんどんそこでお求めいただいて、そうですね、はい、そうですよね。このサロンフェスのことを、ま、皆さんまだね本当に知らない方も多いと思うんですけれども、はい、どんな出展があるかちょっと概要をお話しいただけますか？はい、まあ、大まかに言うと、例えば知恵さんがやってらっしゃるような、はい、そのクラフト、はい、そういったものの物販もありますし、食事ローフードとかね、はいはい、またはパン屋さんなんかもいるの で、はい、そういったフード関係もあるし、はい、あとスポーツフィットネス、それから整体とかね、はい、そういった、まあ、フィットネス系もありますしね、そうですね、はい、またもちろん CD とか本とかの物販もございます、はい、またエンタメで言うと、いろんな奏者がいるんですよ、はい、お囃子、太鼓、笛ね、それからフルートやコーラスもあるし、はい、ジャズもあるし、バンドもあるし、もちろんウクレレ奏者もいらっしゃるからね、早くそれ言わないかなと思ってます
そうか、あとはバイオリン奏者もいらっしゃるし ね、 そうなんですよね、まあ、プロの方もたくさんいらっしゃるんで、はい、で今回はね、まあ、知恵副院長がね、いろんなところ多方面に、まあ、交渉ですとかしてもらってね、そうですね、あのサロンメンバーでないプロのね、はい、実際のサロンメンバーにもちろんプロがいるんですよ、ですがサロン外のプロフェッショナル、はいはい、その京橋ラ、ドグランでライブ実績のあるような方々を ねブッキングしてくれてるんですよ。素晴らしいメンバー集めましたね、知恵さん。そうです ね、あの本当に、でも皆さん、はい、あの北原さんのため、それそういうことですよね。そうですね、あと北原慶三理事長とか、まあ、あの日都知さんですね、あそこの管理会社の方とか、エドグランに対してご恩を感じてる方が、ぜひってことで、そうですね、本当にボランティア精神で皆さん参加してくださるということで、はい、です、はい、本当ですね、はい、じゃあそのね、どんな方が出るのかは後でもう一度ゆっくりご案内していただくとして、はい、ここでね、まず1曲目のリクエスト曲をおかけしたいと思います。この曲はちえちゃんに選んでいただきましたね。あ、私からですね、はい、はい、ちえちゃんに選んでいただいたこの曲は今度このフェスでも歌われる曲なのかな。そうなんです、うんうん、あのクワイヤー K という私が入っている北原サロンでのサークルで、はい、まあ、今みんなで一生懸命練習している、はいはい、曲になりますね、はい、それではお聴きいただきましょう。アリアナグランデとジョンレジェンドで美女と野獣。アリアナグランデ、ジョンレジェンドで美女と野獣でした。そう、この曲ね、ちえちゃんたち歌うんですけど、はい、私ね、この間ちょっとね練習風景を動画で見させていただいててね、すごい素敵な声だな。何人くらいでやられるんですか、クワイヤーは。何人だろうとね、実際歌うのは、うん、多分何人だろう、 1,2,3,4,5,6 ぐらい、うん、6人ぐらい。おー、じゃあ それぞれのパートが結構目立ちますね。そうなんです、そうなんですよ、楽しみですね。しかもなんか和製英語ですから和製英語ですからその方が皆さん馴染みがあっていいんじゃないでしょうか。ただ先生は英語、うん、あのそうなんです、ペラペラなので、マニコバードさんね、うんうん、だから結構厳しいですよ、はいはい、そんな発音しませんって叱られちゃいますから、はい、でもそこでいっぱい一回本番をね、うん、あのパチッとやっとけば、そうそうそう、今後またクリスマスとかいろんなところでね、そうなんです、ね、声がかかったりするじゃないですか。そうです、そうですね、クリスマス会もやるので、そうなんですよ、で、ね、北原サロンのお話いろいろ伺ってるんですけれども、はい、北原サロン自体は発足されてどのくらい経つんですか。ちょうど丸5年過ぎて6年目に今ちょうど入ったところですね。じゃあその時から草間さんは、まあ、いろいろこういろんなことを仕掛けてきた。そうですね、やっぱりこちら運営側から提供できるもの、はい、それは毎月1回北原さんとリアルに会う月例会というのがあります、はいはい、それからオンラインで北原さんと対話できるという機会が1回、はい、それから半年に1回ぐらい、北原さん の佐島の邸宅、はい、あの素晴らしいお宅があるんですけど、そこへのバスツアーみたいな、そういったものをこう仕掛けてきたんですけど、はい、やっぱりサロンの皆さんが自主的にね、サークル活動といって同じ趣味を持ってる人が集まって活動されて、はい、まあ、ゆりさんもウクレレ大好きサークルやっていただきまして、はい、たくさんの方がウクレレ購入したわけなんですけど、演奏してるかどうかわからないけど、ドキ、まあ、やってるね、まさにウクレレドキ、まあ、ドキドキさせちゃいます本当に、ね、でも大丈夫、私の先生は優しいから、私の左隣の、はい、そうだ、まあ、そんな形でいろんなメンバー同士のコミュニティですよね、コミュニティの運営もしてるんですけど、僕たち運営としてはね、こう一つの目標にみんなで自分の得意なことで関わっていくようなプロジェクトみたいな、ホリエモンさんのところってそんな感じなんですよ。そういうのを理想にして、で北原さんが助言したり、はい、得意なことを提供したりというのを目指していろいろ仕掛けてたんですけど、はい、なかなかやっぱり、うん、実らない。そうだったんですか。そんな中で、この北原サロンフェスっていうのは、はい、まあ、先ほど出た、富樫さんと知恵さんが話をしてくれて、こういう話なんだけどどうなんだろうっていう提案があった時は本当にね、感動しました。そうですか。それぐらいありがたく思ってます、よかった感謝してます。そうですね、でもその方がなんかこう話が早いというか、うん、ね、こう周りからやろうやろうよっていう声がいっぱいあった方が、はい、じゃあって、そう、勢いつきますよね。でおかげさまでエントリーもね、マルシェ側でも、はい、エンタメ側でも両方、まあ、20名ぐらいずつ、25名、総勢25名ぐらいなんですよ。すごくないですか、うん、
延べに延べでもありますけど ね, そうですよね、両方兼ねてる人、タイムテーブルがもういっぱいいっぱいで、本当にいっぱいいっぱいで、ね、もうタイムテーブルどこか発表されてるんですか。いや実はもうほとんどできてって、ま、もう本当にあの来週にはしたいかなと思ってます、はい、はい、見たいところが重なってたりなかなかこうね、あ大変なことになっちゃうんじゃないですか。そうですね、はい、一応あの一応ねそこ の,、うん、あの会場でやられてるので、はい、どちらかというとこう見るものは見てっていう感じのタイムテーブル考えてくださってますよね。そうですね、基本的には、まあその1日は、まあ、10時ぐらいから、はい、あの始まるんですけども、はい、まあ、開会の言葉とかがあって、はい、オープニングアクトがあって、それもまたとってもまあ、楽しい、まあ、書道パフォーマンスなんですけれどもね、すごくあそこの江戸グランでも、演奏してくださっている高尾敦子さんというバイオリニストと、はい、今泉清さんという書道の、書道家の方の書道パフォーマンスがあったりとか、はい、でそこからまあ皆さんのいろんな演奏がウクレレさん、ね、サークルの方もありますし、はい、でずっと来てそのまま周りでマルシェをずっと開催しているので、はいはいはい、マルシェを見ながらエンタメも楽しんでいただいて、そして、だいたいマルシェが4時で終わりますね。そうですね、はい、で終わって、その後4時半ぐらいですか、はいはい、から何が始まりますか院長。ライブですね。そこからは エンタメオンパレードです。もちろん昼もねいろんな方の出番があって、はい、夜は、音楽で盛り上がっていただこうと、こういう思考になっております。そうですね、一つ忘れてました、はい、お昼過ぎにですね、これ忘れちゃいけませんね、はい、我が私たちのマイボス、はいはい、北原照久さんの、講演が聞けるんです、はい、しかも無料です。そうなんですね、はい、聞けるし、またそのお相手をしてくださる方が、北原さんとも本当に名コンビの福光恵子さんという、恵子さんと、はい、フリーアナウンサーの、はい、方でも多方面でご活躍されている、こちらのラジオにも来ていただいております。彼女と、まあ、はい、2人で対談形式で、お話をしていただけるので、これ若い方にぜひ聞いていただきたいと思うので、ぜひそういったお知り合いの方がいらっしゃったらシェアしていただけたらなというふうに思ってます、はいはい、うん、ぜひ聞いていただきたいですね。今回その先ほどもちょっとお話に出てましたけれども、プロのね、ミュージシャンの方たちにもライブの方で参加していただけるということで、もうお名前発表しても大丈夫なんでしょうか。そうですね、あそこの京橋江戸グランの大階段でもね、はいはい、もちろんライブの実績のある、ね、方を、はい、ブッキングしてまして、はい、まずはテミアン、テミアンさん、渚のシンガーソングライターです。ーすごい、はい、テミアンさんね、はい、北原ファンはみんな大好きなんですけどね。そうですね。そして、はい、マミコバンドさんはサロンメンバーでもありますけど、はいはい、もちろん曲を披露していただくんですが、はい、まあ、ご一緒に恋するフォーチュンクッキーの、ね、はい、作曲者の伊藤慎太郎さんも出ていただけるということで、感激してます。私たちセガニアたまりませんね。ちなみにでもうちの娘も知ってますから、はい、恋チュンは、もう、はい、小さな子から、うん、そうなんですよ、ご高齢の皆様までみんなが知ってる曲、うん、そうなんですね、レコード大賞でしょ。そうですよ、そうですよね、レコード大賞を取ってる方が、はい、私たちのイベントに演奏してくださる、出ていただけるなんて本当に、もう天にも昇る気分でございます。そうですね、はい、であとどんな方いらっしゃいましたっけ、うん、委員長、どんな方、はい、ゲストの方ですよ。ゲストの方ちょっと言ってみて、はい、あ、はい、私に振るんですね、はい、今伊藤慎太郎さんとまみこさんと、はいはい、テミヤさんですね、あとは先ほどちょっとお話しましたけれども、はい、高尾敦香さんという方で、はい、バイオリニストの、ね、はい、世界的な、そうなんです、うん、本当にご性格もすごく朗らかで、ね、北原サロンともとってもご縁のある方で、はい、サロンのメンバーなんですけどもね、もちろんサロンメンバーでいらっしゃるあっちゃんね、そうですね、はい、で、あとですね、笛吹きかなちゃん、はい、かなちゃん、はい、しのぶえとしのぶえジャズで、新しい世界をこう開拓されている方で、とっても素敵な方ですね、はい、それから、あと誰いましたっけ、やっぱりですね、うん、忘れちゃいけないのは、はい、北原慶三理事長が、そうですね、篠笛でもさん吹いてくださることになったんですよ、うん、うわ嬉しい素晴らしい。でも理事長は私も何度も大階段でね理事長吹かれてるのを聞いてますけど、うん、本当は、まあ、なんて言うんでしょう、いくつになってももうしっかり習われてるから、ね、素晴らしいですよね、演奏、そうですね、年齢を聞いてちょっとびっくりするぐらいの、そうですね、うん、あ、
あとねあれです、はい、あのしおくんはい、こちらにも来ましたね。来たの。来たの。来たの。しおくん。しおくんね。しおくん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 はだって、来てくださいますよね、渋谷のあそこのね、そうですよ、スクランブル交差点のところでもうバーンって出ちゃうような。プラチナが今ね、絶賛全国流通中ですが。もう彼も、はい、彼の歌声も聞けますし、はい、ね、ぜひ私たち世代の、はい、イケメン歌手ということで、はい、しおくん聞いてる？しおくんね、しおくんきっと聞いてますよ。ということですね、しおくんここね、もうフルソタだって言ってくれてますからね。2回来ちゃったから。でもね、いろんなラジオ局でそれは言ってる。そう、まあ、いや、しおくん本当に今ね大活躍なんで、ね。そうですよね。そうです。しおくんの、はい、演奏も聞けますし、はいはい、あとあれ。お祭りいらした？お祭りとか盆踊り、はい、お囃子のメンバーいるでしょ。そうなんです、お囃子メンバー、太鼓のね、もう太鼓ちゃんとかね、これでお出迎えしますから。そうですよ、安子さんとか本当笛のね、そうなんですよ、すごいんですよ、うん、なんとにかく一日楽しめるイベントになりそうですね。でまたこれぎゅっと凝縮して夕方コンサートでもやるんですけど、もちろん今ね、さっきおっしゃったみたいに昼間も断続的にというか、皆さんこうバーバーバーとこう入って演奏していただけるので、まあ、だからいつ来ても何かやってるみたいな感じの、ね、はい、だから出入り自由、いつでも楽しんでっていうのが、はい、このフェスのあれかなというふうに思ってるんですけれども、そうですね、はい、じゃあここでですね、はい、2曲目のリクエスト曲にお答えしたいと思うんですが、今回ねリクエスト曲をということで草間さんにお伝えしたら、なんと私たちハニーオンベリーの新曲をリクエストしてくださったんです。さすが、さすが院長、素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがたいですね、ありがとうございます。それではお聞きいただきましょうか、はい、ハニーオンベリーでリノユーク。お聞きいただいております。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、いい曲だな、はい、リリース日にね、はい、ちょうど月例会だったんですよ、うんうん、北原サロンの、はいはい、で私レジ終わって、ね、そう、はいはい、大急ぎで行ったら、はい、草間さんね、その日もうリリース日なのにたくさん聞いてサビの部分私の耳元で歌ってくれたんですよ。いや、素敵でしょ、どんだけ好きですか私たちのこと。今もコール&レスポンスしてるたんですけども、ね、ありがとうございます。そんな北原サロンなんですけども、はいはい、ちょっと聞きたいんですけど、いいですか、はい、その北原サロンにはどうやって入ったらよろしいでしょうか、入会方法、うん、はい、はい、これはですね、仲間に入りたいっていう人もいらっしゃるかと思うんですけど、フェイスブックで、うん、入会された方が入れる秘密のグループが作ってありまして、はいはいはい、そこに入っていただくんですが、うん、そのねリンクをちょっとハニーオンベリー の、 ブログの方からリンクさせていただきますね。ぜひぜひお願いします、はい、そこから皆さんご興味を、ね、うん、持っていただいたら見ていた
ただけたらと思います。リンクちゃんと貼っておきます。そして、はいはい、あの来週なんですが、うん、私たちのこのウクレレ時で北原照久さんにインタビューをさせていただいて、うん、16時代に流すというのが実はつい先日決まりました、うん、素晴らしい、はい、というのも先週ね、石田美賀子さんにこちらの番組でインタビューさせていただいて、うん、10月1日から行われるあの写真展のことをお話しいただいたんです。でそこからの流れで、うん、じゃ あ, あの北原さんに直接私たちがインタビューして流したらいいんじゃないっていうお話をいただき、それを来週やるわけなんですが、ついにこの日が来たので、ちょっとねちょっとドキドキしてます。本当にあのインタビューした後すぐここでね16時から放送するから、うんうんうん、事故が起こらないようにもう万全の体制で行こうとは思ってるんですけど、ね、ドキドキさせちゃいます。本当にドキドキしますが、はい、その佐島店に、はい、その北原サロンメンバーで行ける機会があるっていうのを先ほどもお話に、ね、させていただいておりましたが、はい、10月にそれがあるんですよね。 それで今回まだサロンメンバーちょっと迷ってる方とか、うんうん、サロンメンバーのお友達とかも参加できるんですよね。草間さん、そうです、お友達参加 OK になっております、はい、今回 ね、素晴らしい。これは10月の6日、はい、日曜日、うん、あとどのぐらいお席ありそうですか。残席5席か6席ぐらいですね。そうですか、はい、今ね、このラジオをお聞きの方で佐島亭はそんなにこう行きたいと思っても行けるところじゃないのでね、ね、北原さんもいらっしゃるし、あの実はねこの北原さんのところに行くとね、横浜のブリキのおもちゃ博物館を見学してから佐島に行くんですけど、その見学した後みんなでバスに乗っていくんですよ、はいはい、そのバスの中で北原さんがバスガイドをしてくれます、うん、そうずっと喋ってますそうなんです。私実は場所は知ってたんですね、うんうん、で あそこの前にレストランがあるじゃないですか。ありますね、うんうん、あそこに行ってたんです。で、はいはいはい、ここは誰のお宅なんだろうってずっと思ってて、でゆりさんが行くようになって、いやあそこさ多分さこういう感じじゃないっていう話をしたら、うん、そこってなって、あんな素敵なところって言って、ね、場所は私もよく知ってます。中はもっと素敵ですから、ぜひ、本当に、うん、アールデコ調、海を庭にしてしまった家です。そうなんです。富士山バーンですね。バーンですよ。もう富士山がいつも見守ってくださってるから、本当に、ね、本当に北原さんとね、うん、あの奥様なんかもう絶対長生きされるはず。間違いないですね。本当に。でまたあそこはあのお宮もね、多くて神様が見守ってくださってる場所なので、パワースポットですね。そうなんです。そんな佐島亭に行けるツアーが10月の6日にございます、はい、もしね、今日気になった方はもう私に言っていただけたら、ね、草間さんにおつなぎしますの で、はい、ですね、ぜひ、ね、はい、お声掛けくださいね、はい、そして今回のサロンフェス本当に運営してくださっているあの実行委員の皆様が、はい、あの頑張っていらっしゃるので、ちょっと実行委員の皆様のお名前ご紹介いただけますか。そうですね、はい、いつもあのみんなで夜遅くまで、はい、ね、Zoom なんかでも打ち合わせしてくださってますよね。そうなんですよ、はい、やってるしてるんですけれども、はいはい、まずはあの草間委員長がいらっしゃって、はい、で、まあ、私あの副委員長でさせていただいてるんですけれども、はいはい、エンタメの音楽関係ですね、まあ、音楽だけではないんですけれども、はい、朗読ですとかいろんなあれで参加してくださる方がいるんですが、それをまとめてくださっている富樫さんという方がいらっしゃいます、はい、エンタメのリーダーです ね、 そ、 うですね。それからマルシェの方のリーダーが阿久津直子さんと、はい、あの言いまして、はい、あの皆さんねご存知かもしれないですけど、ミッドアーティストのこちらに何回もね、はい、いらっしゃってますね。こちらにね何度も来ていただいてます、はい、そうなんですよ。そうなんですよ。直ちゃんもここでも顔なんです。常連さんなんです。きっと今聞いてると思いますからね。ねえ直ちゃんいつもありがとうございます。ありがとうございます。直子さんがマルシのリーダー、はい、なかなかねあの武骨なことも言ってくださる、本当にしっかりして頼もしい方なんですけれども、で、はい、それ以外にですけれども、はい、奥田、奥下の名前、はい、私わかんない奥田貞之さんね。そうでしたね、奥、はい、ごめんなさい、奥君ってそうなんです、ね、締めの奥君って言って有名なんですけど、はい、奥君とそして、上田明彦さん、はい、はい、そうですね、私クワイア系で一緒なんですけど、うん、ね、歌がとっても上手な方ですね、はいはい、そのメンバーで、はい、あとごめんなさい、事務局長 ね、 そうですね、川上太鼓さ ん、 太鼓さん、太鼓を叩く太鼓、そうなんですよ、そうなんですよ、太鼓を叩くね、太ちゃん。それからあと北原サロンとのつながりで、はい、間を取ってくださっている、はい、K 君という方が、はい、
金子圭さんという方がいらっしゃってますね、うんはい、このメンバーで、運営をしております。はい、はいですね、皆さんに私もここの場を借りて感謝しております。本当に本当にありがとうございます。もう頼もしい、ね、メンバーですよね。そうなんですよ、本当にありがたいです、ね、ありがたいですね。あの北原サロンフェス2024、うん、まず開催日は2024年の11月4日月曜日です、はい、祝日になりますね。こちらは10時ぐらいからスタート で、ね、夜は何時ぐらいまでになりますかね。夜は8時が一応エンドってことになってます。8時が終了という形になりますね、はい、1日ゆっくりお楽しみいただけるイベントになってますね。会場内では飲食はできないんですが、会場からちょっと出ていただくと、あのテラスというか、はい、あの椅子とテーブルが置いてあるテラスもありますし、うん、そこで召し上がっていただくこともできますね。そうですね、中で食べ物も売ってるんですけども、はいはい、江戸グラン自体も美味しいレストランがたくさんあるので、あの何軒も行っていただいて時間を潰していただいてと思ってます。そうそう、本当ですよね、はい、やっぱり江戸グランの あのビル自体をいろいろ堪能していただいて、うん、そしてもちろん北原照久さんのコレクションの展示がありますから ね、 そうですね、地下にね、うん、もう常設展示されてるんですよ。よくあそこをいろんな方がこう立ち止まって見てますよね、うん、あの11月4日フェスですけど、うんはい、その毎月 の、 あの江戸グランの大階段でのライブは、はい、10月もあるんでしょうか。 ありますね、はいはい、10月の14日、はい、14日、はい、にあのキャロルのね、ジョニー大倉さんいらっしゃったじゃないですか、はい、息子さん、はい、ご長男のね、はい、ケニー大倉さん、はい、がライブをされますね。ロックンロール、そうですよ、フェスティバルみたいな。ちなみに私つい先日、はい、ライブ行ってきました。行ってらっしゃいましたね。浅草で私も、ね、一度行ったことがあります。一緒に行きましたね私。そう、素敵ですよ。それも無料なんです。無料なんです。いいんですか。それはね、やはり皆さんにその京橋江戸グランを知っていただくっていう、もう本当に理事長と、もうビルを支える皆様の思いで無料で行われてる、贅沢ですよね。贅沢ですね、本当に。初めての方はそんなところからちょっとね、こう見てみたい。そうです、そうですね、施設も素晴らしいし、本当にそこにね、来ていただいたら大体3人に1人、4人に1人ぐらいサロンのメンバーがいると思うので、そうですね、ちょっとここにかけていただくと、ね、サロンメンバーだったりするから、うろうろしてますね、入り方が。フェスはどうやって、そうそうそう、そういうことも聞いていただけたらね、いろいろお答えできると思います。なるほど、なるほど。一つだけいいですか、はい、あのこれからのちょっとごめんなさい忘れたんですけど、これから、Facebook とか、まあ、あの Instagram なんかでもシェアするんですけども、Facebook の方であの一応外向けのイベントを立てるので、はいはいはい、だからあの皆さんぜひそれをチェックしていただいて、そうですね、はい、そこにもしあれだったらこう、例えば、まあ、いいねをしていただければ、いろいろ情報も入ってくると思うので、それをも、お待ちいただければなというふうに思ってます、はい、もうそのね、あの一般の皆様向けのイベントページができたら、はい、そこにサロンの入り方もリンクして説明を入れといていただくと、ね、間違いなく皆さんがたどり着けると思いますね。私たちもね、もうそれをしっかりシェアさせていただきたい、はいと思います、はい、あとはお伝えし忘れてることはないかしら。コマラジリスナーの皆さんにもね、ぜひ来ていただきたいですね。本当にかなちゃんもね、ぜひ来てください。11月4日ぜひぜひ来てください。あのちなみにあれですよね、うん、毎月1回やってるほら、はい、江戸グランの、 あの月入れ会やってるでしょ、はいね、あの、あそこにも体験 で、 そうです、ね、あの参加できるんですよ、うん、しかも2000円、そうなんです、2000円で北原さんの話が聞けちゃうっていう。そうなんですよ、体験で来た方たちは北原さんのすぐ近くに座れるっていう特典もついてます。そうなんですよ。お食事タイムも隣の席です、ね、隣の席に座れる。北原さんの話も聞ける、北原さんのこういい匂いも嗅げるし、いい匂い、そうそうそう、いい匂いしてそう。そうなんですよ。ですね、それが2000円、ね、お写真も撮っていただいたりね。そうなんですよ、写真も撮り放題だし、本当に気さくな方なので ね、 ね、サロン の、 あのフェスはこれがタダで、はい、聞けるということなので、北野さんありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に楽しみですね。そうです ね、 ね、またイベントページができたら私たちのこのラジオでもその都度都度にご紹介していきたいと思いますので ね、うん、そうですね、みんなで楽しいイベントにしましょう、はい、あの来年に向かって、はい、あのどんどんこう、まあ、育っていく、うん、あのイベントにしたいなというふうに思ってて、ね、はいはい、あの北原さんの毎年の恒例行事としてあの育てていきたいなというふうに思ってます、まあね、はい、その記念すべき第1回はぜひ皆様足を運んでいただいて、ね、本当ですよ、
回目から来てるのよ、本当に感じですよね。で1回目はだったよねって20年ぐらい経って言うのね。で何かね、はい、院長ほらやってる方なんかも、あのフェスに来ていただいて、はい、関わって、そしてそれきっかけに北原さんに入っていただければ、はいはい、来年再来年のフェスに関わることもできますよね。そうですね、自分のやっぱあの輝ける場所にもなるから、本当にいいですよ。いいですね、本当に。いや、フェスは楽しいからね。そうです ね、本当です。大変なとこともたくさんあると思いますけども、ね、そうですね、やってる側が楽しいじゃないですか。そうですね、本当そう、楽しかったりするじゃないですか、うん、ね、はい、本当ですね、うん、いや今日はねお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、本日のギフトボックスのゲストは北原サロン運営でサロンフェスの運営委員長されている草間博之さんと副委員長されている串崎千恵さんでした。千恵さんはあの今度ね、はい、ご自分のイベントも今度新宿でありますので、そうですね、11月8日になります、はい、よかったらぜひいらしてください、こちらの方も皆様チェックしてみてください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ここからは後半のゲスト様をお招きいたします。美声と卓越したウクレレテクニックを併せ持つウクレレ界の大型新星、中学2年生のさやさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします今似せたんだけどあの今日はねご紹介をねさやさんでってさん付けにしてみたの。でも絶対話してるうちに私ちゃん付けになっちゃうと思うんだけど ね、 ねちょっと ね中学生になってちょっと大人っぽくなったよね。大人っぽくなりましたねだって前回は、はい、あの小学6年生で春から中学生っていう時期に来ていただいたの、はい、だから、まあ、2年間ね、はい、ねえ、素敵な素敵なますます素敵なレディーになられていますさやちゃん。学校帰りよね。はい、はい、そうなんですよ。ありがとうございます。可愛いね。あの前までは本当にその学生さん、うん、学生をされているプレイヤーさんたちはお休みの時期しか呼べないっていうあの固定観念を私たちも持ってたんですけど、はい、だんだんいや4時だったら放課後なんじゃないそうよ、ね、うん、だんだんそういう感じに。そうなんですよ、はい、なのでね本当ありがとうございます。お忙しい中、はい、ではまずはさやちゃんに自己紹介をお願いしたいと思います、うん、はい、皆さんこんにちは、中学2年生13歳のさやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。あっちもほらあっちもみんな拍手をしている13歳ですよ、かなちゃん、ね、まあでもね、はい、あのさっきも言ったんですけど、はい、中学2年生の頃はまだまだ鮮明に覚えてるというか、はい、なんかこうなんか面白いことやってたなっていうのをすごい覚えてるので。覚えてますか、うん、いや面白いよこれからが、もっともっと楽しみです。本当ですよ ね、まずはさやちゃん今回あの来ていただいたのね、もう本当はあの CD が出てからもうずっとさやちゃん来てもらおう来てもらおうって言っていたのに、うん、はいはい、なかなか来ていただけなかったんですけれど、そのショーのお話していただいてもいいでしょうか。はい、私先月韓国で行われたアジアウクレレコンテストで、はい、MVP をいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、これで、ね、まあ、のトライしてるコンテスト、はい、無敗、無敗ですよ、無敗、五冠王五冠王すごいわね。すごい、ありがとうございます。ですね、今回のショーは特に、まあ、他のショーは大体あのインストゥルメンタルの部門とかソング部門とかいろいろ分かれてたりしますよね、はい、でも今回のショーは分かれてないんですよね。はい、そうなんですよ、すごい、いい戦いというか面白かったです、ね、ドキドキもしたけど、うん、よしやってるよっていう感じだった。はい、もう強気な感じで、うん、おさすがうっちー先生の弟子さすが ね素晴らしい ねだってやっぱそこはさ、ちょっとメンタル弱いとさ、はい、どうしよう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 ってなってちょっと、ね、いつものパフォーマンスができないとかっていうパターンがあるかもしれないじゃないですか、うん、そこもやっぱりちょっと鍛えられてるというか。そうです ね、まあ、さやちゃんこの夏だけね、私たちが見守っているだけでも本当に毎週のようにイベントに出演されたり、いろんな方の、うん、あのライブでちょっとご一緒されたりっていうのをもう本
当にご活躍でいらっしゃいましたから、そういった場をねたくさん踏んでらっしゃるからね、それだけのこう自信と、うん、ね、やっぱりね、本番の数だよね、うん、本番の数ですよ本番の数だよね、そうよく言うんですよ、ね、1000回の練習よりも一度のライブ、だから私すごい緊張しますよ、うん、あのステージの前とか、そうもうすごい、うん、間違えちゃったらどうしようとか緊張するけど、でもステージに立ったら楽しくなるので、はい、でそれがやっぱりさ、はい、みんなを引き込むじゃない、そうなの、さえちゃんね表情がね本当に楽しんでる表情そのまま出ているから、うん、見てると本当に楽しそう、さえちゃんって弾いてる時、嬉しいです、だからみんながすごくね、うん、こう引き込まれるんですよね、ステージに引き込まれますね、うん、嬉しすぎますとは言いながら今回は海外のコンテスト、うん、はい、あのどのぐらいの日程で行かれたんですか、はい、韓国は2泊3日の旅に出て、はい、2泊3日、2日目にコンテストがあって、うん、あとは美味しいものを食べたり、うん、ミョンドンを観光したりしました、うん、観光も少しはできたんですね、はい、少しというか街を歩いたりはできました、そう、結構食べ歩きとかもね、はい、美味しいものできるからね、できるから楽しかったです、ね、あの2日目にコンテストっていうと逆にこうコンテスト前だからあんまりそれまではこう食べるものとかも気を使ったりってことはありました、はい、辛いものはなるべく食べないようにしようって言ってたんですけど、うんね、うん、ちょっとキムチが食べたくてそうだったの、そうなんですよ美味しいよね、はい、食べちゃいました、食べちゃいました、でも大丈夫でしたか、はい、全然大丈夫でした、他にはどんなものが美味しかったかしら、今回行って、まず行った初日に食べたのが、はい、カムジャタンという豚の骨を煮込んだもの、あとジャガイモと、あの鍋料理を食べたのと、うんうん、はいはい、あとその次の日にコンテストが終わったらちょっと時間があったんですけど、その時にカンジャンセウエビの醤油漬けを食べて、もうすっごい美味しくて、美味しいやつだそれ、エビはどんな風に醤油漬けにされてるの、そのお料理はちょっと半生の感じですよね、あ、そうなの、そうです、ね、美味しそう、エビ大好き、ご飯と混ぜて食べたり、そうなのね、はい、美味しいです、もう手ぐちゃぐちゃになりながら食べるやつ、ね、そうなのね、はい、美味しいよね、あとは、うん、あのタンフル、はい、あとの普通はいちご飴とかなんですけど、いろんな種類があって、はい、そのマスカットが私大好きなのでマスカット飴を食べました、それ美味しかったです、なんかそれは直に果物が入っている、果物に飴がコーティングされてるやつよね、その串にその果物が入っている、はい、日本でいうところのリンゴ飴、いちご飴的な、あのこれがブドウなわけね、あ、そうですよ、それは美味しい美味しい、間違いない、最終日、うん、本当に帰る前に、はい、あのユッキビビンバを最後食べて、締めてきました、はい、締めてきました結構2泊3日だけど召し上がりましたね、はい、もういろいろ1日4食とか、うん、もう日本じゃできないことね、あ、そう、ほんとほんと、でもね美味しいからね、そうね、はい、何回滞在中に何回ご飯食べられるかなって、うん、でこれはここのとここのタイミングでこれだな、うん、このタイミングでこれだなってね、うん、決めとかないとね、決めとかないと、ね、そうなのよ、時間は限られてるもんね、そうなのよ、そうだったのかでもその前にさ、ハワイも行ってたじゃない、はい、そうなんです ね、ハワイはどのくらい入れたの、期間的には、ハワイは何だっけな、1週間ぐらい入れて、うん、あ、そう、5泊7日ぐらいはできたの、はい、あ、4泊6日、4泊6日でした、うん、はい、4泊6日で、うん、だってみんなほら行って帰ってきたキッズたちはさ、はい、海にも入らなかったって言う子が多かったけど、多かった、全然、さえちゃんはやっぱり海には入れなかった、うん、でも私の先生はもう朝の6時ぐらいからもう海全身入ってて、はい、そう、その写真がそうです、 LINE で送られてくるんですよ朝早くに、いいな、うん、はい、そう、そういうも朝早く起きればいいんじゃんって言われちゃうんですよ、言われましたそうは言ってもね、やっぱりこうね、目覚める時間違うよねそうよ ね、 ね、そうよね、そうよ、でも、はい、一番もしかしたら先生ハワイで遊ぶ時間取られてったりしたのかしら、先生楽しんでたんじゃないの、ね、そうかしら、多分そうですね、ね、そうか、うん、ね、うん、あの今回のその
大会の中では、はい、いろんなプレイヤーさんとも一緒に演奏したりとかお話しする機会はありましたか？はい、その日本人、はい、韓国人だけじゃなく台湾の方も来ていて、いろんな方のいろんな国の方が聞いたので、はいはい、翻訳でコミュニケーションを取ったり、なるほど、そうちょっと、あのセッション風な感じで弾いてみたり、うん、そういう交流ができました、うん、あそう、はい、翻訳はアプリとか使われた？はい、アプリで使って、すごい、あの韓国の方がすごい日本に興味を持ってくれていて、うん、その打ち上げの時に、あの日本で美味しいカップラーメンは何かとか、聞かれたの？聞かれました。さえちゃん何が好き？私はあの川崎の担々麺が好きでなるほどなるほど、その韓国の方にもその担々麺をおすすめしたり、あそう、まあまあ辛いもの好きだね。はい、ね、辛いもの好きですね。辛いの大丈夫なんだね、さえ、はい、ちゃん。全然大丈夫です、そうなんだ、はい、じゃあなんかいっぱいあのなんていうの言葉も、いろんなこう2回国の言葉も覚えたらもっと楽しくなるななんて思ってた、はい、思いました。その私英語が全然喋れないので、その英語をもっと勉強したいなって、はい、うん、でもいいきっかけになるよね、はい、そういうのね、そういうきっかけになりました、うん、ね、みんなやっぱりあのウクレレを通じて出会ってるから、はい、やっぱ意思の疎通取りたいって、ね、うん、思うもんね、うん、はい、そしたら互いの国の言葉も一生懸命こう学んでいったりね、うん、あといいアプリも今あったりありますから ね、するので、うん、いいですね、そういう、いい時代だわよね、本当にそういう経験をやっぱり10代からできるっていうのは幸せですね、うんうん、はい、幸せです、まあ、それもね、さえちゃんが頑張ってウクレレやってるからなんですけどね、あの今回もしかしたらこのラジオを初めて聞いてさえちゃんのことを初めて知った方もいらっしゃるかと思うんですが、さえちゃんは小学1年生からもうウクレレを始めていらしてずっと続けていらっしゃるから、はい、本当にそのよく弾き語りで上手に弾ける方っていうのは意外とね、お子さんでもたくさんいらっしゃるけれども、もう超絶なテクニックを持った歌うまのウクレレプレイヤー。そうなのよね、そこに歌もついてくるからね、さえちゃんね、そこがね素晴らしいところなんですよ ね、ありがとうございます。さあそんなさえちゃん、はい、今日はスタジオで生演奏をしていただきたいと思います、はい、ご準備をお願いいたします。はい、はい、これ使う、はい、はいはい、じゃあマイクを、はいはいはい、今ね準備をしております。今日はそれでは曲の紹介もさえちゃんにお願いしてよろしいでしょうか？はい、私が先月韓国で行われたアジアウクレレコンテストで MVP を取ったジャクソン5の I want you back を演奏させていただきます。はい、お願いいたします。Oh, daddy, that was right to let you go. But
今もうスタジオの外でも歓声が上がってます。歓声が上がっております。すごい素晴らしいです、もう全然いけるじゃないそれ。全然英語が苦手なんて思えないのですが、全然英語も全然インチキです、はい、インチキなの。さやちゃん言わなかったら分かんない。大丈夫、内緒にしときましょう。内緒にしときましょう。ねえ、もう素晴らしいね、うん、今日持ってきていただいているウクレレなんですが、はい、これはあの N へのサヤモデルウクレレですね、うんうん、はいはい、前回にお越しいただいた時に今度それを作ってもらうんだっていう話をされてたんですよ、うん、そうそうそうなのよ。そう、うんうん、そう、それでどんなのになるんだろうねって、あの 5A のいい、ね、いい木でできるんだよねって話をしててそうそう今日持ってきていただいております。ね、まあね、はい、こういろんなライブ会場でもね、はい、こう使ってらっしゃったので、ね、素晴らしい、見てはいましたけどね。素敵ね。ありがとうございます。可愛いよね。かっこいいよ、かっこいい、ね、はい、ここもあの、はい、インレイでハヤって入っていたり、そうですね、はい、名前を入れてもらったり、うん、はいはい、あとすごい一番いい 5A の木を使っていて、そう、 5A の木を使ってるんですって、うん、はい、いや、そのあのサウンドホールの周りの、そうそうそう、周りも素敵、模様も素敵ね、ほんと素敵だよね。すごいすごい、嬉しい。今張ってらっしゃる弦はこれは何の弦になるんですか。はい、はい、この弦はですね、アネーネさんのオリジナルのブルームーンというウクレレで、うん、よく見るとちょっと弦が青いんです、はい、青いね、素敵なブルーよね、うんうん、あとグリーンもあって、あ、そうなんだ、はい、ブルーとグリーン迷いましたけど、今はブルーで、はい、今はブルーにしています。そうなんですね。そうか、ね、本当見惚れてしまいます ね、かっこいいよね、かっこいいです、かっこいいね、うん、ブルーね、すごいすごい、はい、うん、そうですよね、はい、あの本当にね1年半って短いような長いようなっていう感じなんですけど、うん、前回お越しいただいた時には、はい、あのさやちゃんにオリジナル曲で CD のレコーディングとかできたらいいよねっていうお話だったんです、うんうん、そこで終わってまして、 その後昨年さやちゃんは CD デビューをしております。はい、こちらが愛しのカレーライスを、ね、出していらっしゃるんですが、このレコーディングはいかがでしたか。すごいあの、うん、夜中までやって、うんうんうん、結構なんて言うんだろう、全力でレコーディングして、ウクレレもすごいしっかりと、うん、超絶もテクニックも入っているので、そこに注目していただければ嬉しいです。そうなんだよ ね、はい、レコーディング自体は何日間ぐらいかけてやったの。1日レコーディングは、うーん、結構レレと歌とって別々に撮って、はい、別々に撮って、ね、2日間で結構夜中の時間帯までやったりしました、うんうん、納得いくまでできた、はい、うん、納得いくまで何回も撮り直して頑張りました。そこをね、本当前回も少しお話しされてたんだけど、はい、実際やはりこうやって CD になるとやっぱ嬉しいですよね、ご自分の CD ってね、はい、嬉しかったです。うん、これ今回あの写真もたくさん出てるじゃないですか、さえちゃんの写真、はい、これはどなたに撮っていただいたりとか。これはたけしさんっていう、はい、その CD の担当の方に、あ、ちょっとすいません、あの誤った情報が流れてしまいました大丈夫大丈夫大丈夫、可愛い写真がたくさんあるので、はいはいね、これ選ぶのも自分で選んだ、あ、自分で、あの先生がこれいいんじゃない、うん、って言った写真を、うんうん、そうなんですね、はい、ウッチーさんが選んでくださった写真ですかね。どれも可愛いよこれ、うん、どれも可愛いありがとうございます。そうですよ、この時このブラウスよく着てたよね、うん、はい、よく着てましたお気に入りのブラウスだったので、ストライプのね、可愛いフリフリしたやつ、はい、そう可愛いよね、超可愛いと思いながら見てましたよ、うん、ありがとうございます、ね、本当です、すごくね素敵なんですよこの CD も、うん、ずっとね、私これキワヤさんにお邪魔した時に CD 販売されてて、はい、なかなかさやちゃんとお会いできる機会がなかったので、うん、まずそこで購入をして、そしてさやちゃんに次会ったらサインしてもらおうって思っていたら、気がついたら1年以上経った早いね、イベントで会
この間も、ね、何度もお会いしてるし、そうなのそうなの、お会いした時にカバンの中にこの CD 入ってるの。入ってるんですか？入ってるのよ。私で、ね、今日さらちゃんに会えそうと思ったら、隠し持ってたの。だけどこう、あ、せいちゃんって言って記念写真撮って、もう大、もう人気者だからね、せい、ね、ちゃんっていう間に次にしようって。そうそうそう、ね、でも今日やっとねサインもいただけましたの、うん、はい、嬉しい。私は次回、次回ね、これあの、うん、バンも、黄色じゃないですか、さすがにカレーライス、カレーライス、カレーライス、これもじゃ あの指定されたんですか？いや、これは、うん、もう作ってくださって、もうカレーのイメージで作ってくださって、そうね、やっぱりカレーだな、愛しのカレーライスだからやっぱりこの色よ ね、うん、このさ、サイヤのさ、この、あの、はい、ウクレレのモチーフになってるのもすごい可愛いよね、うん、ありがとうございます、ね、もデザイン、デザイン、うん、お気に入りです、ね、とこうジャケットとかこう、うん、足をこうしようっていうのも結構さこだわりたくなっちゃったりした？あ、その全部任せたので、お任せで、はい、お任せで、じゃあちゃんとね、さやちゃんらしさを出してくださったんです ね、はい、作ってくださった方がね、かわいいもんこれ、あの今後はまたこの、はい、CD に続く第2弾とかは考えてらっしゃるのかしら？今のところは何も考えていなくて、うん、今はまだそんな計画は立ってないですか？できるように頑張ります。もう間違いなくできると思います、ね、うん、楽しみだよね、まだまだね、楽しみですよ、うん、本当さやちゃんはあの歌もね、あの私たちもすごくお世話になってますけども、エリさんにもね歌を習っていらっしゃるから、はい、もうエリさんのお弟子さんでもいらっしゃるし、ね、本当に歌の魅力がどんどん増してるなって思いながら聞かせていただいています、うん、ありがとうございます。特にあの、ね、うん、女の子のプレイヤーの方は、はい、やっぱ歌うと、ね、いいよね。そうですね、うん、インストルメンタルじゃなだけじゃなくて、そうですね、うん、あのもちろんインストもね素晴らしいなって思うんだけど、うん、はい、歌と合わせてっていうのがより一層魅力だったりするかな。そうそうそう、うん、ね、うんうん、私たちの憧れですあのいつまでたっても追いつかないんですけども、でも憧れです、ね、嬉しすぎますごめんね、こんな走りに憧れられちゃっていやいやごめんごめん、すっごい嬉しいですでもね、いつも私たちあの応援して、さやちゃんさやちゃんって言いながらね、そうそうね、そうなの、ありがとうございます、ね、先日もウクレレピクニック会場でも、はい、いろんなところで演奏されてましたし、はい、あとあのキャラクターの、はい、ほのっぴー、ほのっぴーです、ほのっぴーと一緒にやってるんだよね、さやちゃんね、はい、そうなんです、ねうん、今回びっくりしちゃったんだけどさ、ほのっぴー喋るのね、はい、そうなんですよ、喋るんですよ、びっくりした、でもすごいおしゃべりが上手で、ね、一緒に喋ってて楽しいし、ね、ダンスも上手だし、ね、本当警戒よね、結構大変だと思うんだけどねだからね、ほのっぴー喋るんだって、喋るよって言ってるからそうなの、私たちね、喋らない手で声かけてみたの、そうそう、一緒に写真撮っていただけますかって言ったら、普通に返事だったの言って、喋るんだねって言ってびっくりしちゃいますよね、びっくりした ね、すごいね、ほのっぴーちゃんとも一緒に写真撮らせてもらった ね、うんうん、ね、そう、さやちゃん、さやちゃんいつ頃からほのっぴーさんと活動しているのかしら、はい、私去年、うん、一昨年かな、一昨年ぐらいからかしら、あの8月に行われた、はい、アロハッピーパーティーで、そのみんなでほのっぴーのトレジャーハートを演奏して、うんうん、はい、その時ぐらいから一緒に、一緒に、なるほどね、はい、そうかほのっぴーはもうさえちゃんのウクレレじゃなきゃ嫌みたいな感じになってるのかもしれないわね、さえ、ちゃんとやりたいっていう感じになってるのかもしれないですね、さあそれでは、はい、今ねご紹介しておりました CD にあの入っている曲なんですが、皆様にお聞きいただきたいと思います。曲紹介をさゆちゃんにお願いします。はい、私去年ハピレレレコーズから CD デビューしました。ではそちらの愛しのカレーライスお聞きください。さゆさんで愛しのカレーライスでした。最後かわいいかわいいね、これなんかこう何度かやった練習、あの レコーディングの時に、はい、何度かどのごちそうさまでしたがいいかみたいな、はい、やりましたそれ何回も夜中にごちそうさまでしたって叫んで、うん、すごい近所迷惑ですよ本当に
そうか、私もごちそうさまでした、入れとけばよかったな、愛しのシリーズです。そうだよ、ね、愛しのつながり、そう、愛しの、愛しのつながり、そう、愛しのつながりだからね。愛しのハスカップという曲をやった時にもうさやちゃんの真似してちゃんとごちそうさまでした入れとけばよかったね。ねえ、そうよ、ライブで入れようかな。いいですね。そうだ ね, ね, そうだね、うん、いただいちゃおうか、ね、真似しちゃう、これはさやちゃんの真似です、ね、ちゃんと真似だっていうことも伝えますので、ね、皆さんに ね, ね、ごちそうさまでした、なかなか難しいかもね、うん、ごちそうさまでしたがいいのか、ごちそうさまでしたって落ち着いたらいいのか、そう、ね、なんかね、難しいかもしれない、ね、いろいろなんかね、うち先生にいろいろ言われそうだよね、本当ですね。もうちょっとこんな感じ、なんかね、私たちにとってはちょっと懐かしさも感じるようなこの曲調、うん、はいはいはい、きっと40代50代、いや30代40代50代60代ぐらいの皆様のハートにぐさっと刺さる感じのメロディーではないかと思いますね。うちさんさすがですね、さすがですね、うん、いやです、あのさやちゃんは本当この夏駆け抜けてきましたけれども、うん、この夏本当週末とかも忙しかったと思うんだけど、はい、逆にそのウクレレを練習する時間とかは取れたんですか、はい、この間夏休みで学校が休みだったので、うん、はい、その平日とか、うん、そういう時は触れるだけ、はい、触るようにはしていて、うん、そうですか、はい、もともとね、前もお聞きした時にもう暇な時はいつもウクレレ触ってますっておっしゃってたのがすごく印象に残ってて、やっぱりいつもウクレレ触ってるの大切なんだなってその時ね思ったんですよ。いつも触ってねみたいな、うん、そう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 、ね、でも前に比べたらね、私たちも触るようになったんじゃないかと、ね、うん、ね、さやちゃんのねお言葉をちゃんとこう、うん、肝に銘じて、なんかね、こういろいろね、週末にちょんちょんって入ってくるとね、あ、やんなきゃな、やんなきゃなっていうのが割とあるからね、おかげさまでね、はい、本当ですよね、うん、あの今さやちゃんは、はい、もちろんさやちゃんも教わってますけれども、はい、ウクレレをこう小さなお子さんに教えたりもしてるんですか。はい、そうなんです、うん、はい、小学3年生、はい、3年生の子に、あのレッスンしたりしてます、はい、そうなんですね、はい、今ねちょっとこの曲がかかってる間に教えていただいたんですが、うん、はいはい、今度私たちがやる10月19日のイベントにご出演されるトミーズさん、はい、トミーズさん の, あのお子様が、はい、実はさやちゃんの生徒さんだった。はい、そうなんです、ね、びっくりしました。すごいよ ね, ね、すごい、歌も上手で、ウクレレも、そうなの、はい、楽しみ、なのでぜひ見てみてほしいです、うん、はい、ね、ありがとうございます、ね、さやちゃんがレッスンしてあげているわけだもん ね, ね, ね、うん、嬉しい ね, ね、そんな方たちに出ていただけるの ね, ね、から私たちはお世話になっているエリさんにこのイベントの曲も作っていただいて、うん、でエリさんにも出ていただいて、そしたらさやちゃんの生徒さんも出てくださるということで、ね、いや、ますます楽しみ、楽しみになりました ね, ね、はい、嬉しいですね。あのさやちゃんは今後の予定で何か決まってるイベントってありますか。はい、私、はい、12月28日年末です、はい、年末の土曜日に、はい、あの国分寺リオンホールで行われる、はい、あのえのえ東京パーティーというイベントに出させてもらいます、はい、そちらですね、はい、まずライブがあって、その後にお食事付きのパーティーがあって、はい、そのもちろんライブだけでも大丈夫なんですけど、すごい豪華メンバーが揃っていて、はいはい、非常にできない、なかなかすごい体験があるので、ぜひ来てください。ありがとうございます、はい、これ気になっておりました。パーティー付きのね、うん、行きたいね、行きたいですよ ね, 行きたいね、すごい豪華メンバーが揃うんですよ、うんうん、ね、カレンダーに書いとかなきゃ。まだ確か申し込みでき、もう始まってるのかな、申し込み始まってます、もう始まってるんですね、うん、じゃあ皆様お急ぎください、もう申し込みで、ね、楽しみだな、だって人気のウクレレプレイヤーがね、うん、顔を集結しますよ、でしょ、ね、アマンゼさんのやはりモデルで弾いてる方もたくさんいらっしゃいますもんね、はい、すごい人口が増えて嬉しいです、本当ですよね、で、はい、あのモデルも今回のさやちゃんモデルもそうだけど、うん、あの小鳥の書いてあるモデルとかも、うん、ハミングバード、そう、ハミングバードとか、うん、はい、いろんなモデルがありますよね、はい、いろんなモデルがありますね、それぞれ、うん、そのウクレレにこだわって、はい、そのインレイとか、はい、
その色とかにすごいこだわっているので、うんうんうん、そうですよね、はい、あの意外と初心者というかあのそんなに高級じゃないラインでももう女性が絶対好きだよね、うん、この、 あのちょっとミルクがかった水色ミルクがかったグリーンとかまあまあこう女性が、うんターゲットなのかなっていう感じの、ねうんね、ものも多いもんね。もう色で欲しくなっちゃうみたいな。そうですよね。そうそうもうね。ルックスで、ね、本当にルックスで欲しくなっちゃうような。可愛いね。ウクレレたくさん出してらっしゃるから、うんうん、素晴らしいなと思いますね。これからもねさやちゃんのご活躍が本当に楽しみです、はい、頑張ります、ねね、応援してますありがとうございます、はい、いつでも何かねライブとか情報があったらいつでも私たちにメッセージ送ってくださいね、はい、ありがとうございますラジオの方でご紹介させていただいてさやちゃんを追っかけたいあのリスナーさんたくさんいると思うので、うんうんうん、皆さんにお伝えしたいと思います、はいはいね学校帰りに来れちゃうからね、うん、そう、ね、全然来れますねもう定期的に遊びに来てそうよ来て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 なんかささやちゃんのウクレレレッスンとかこのコマラジの前でやれたらいいよねこんな感じでね割とね、うん、誰も使ってないパターンが多いのでそうなのだから夕方ねここでねあのレッスンしてそしてさやちゃんはラジオにも出るみたいな、うん、いいかしらそういうの計画してもいいかしらいいかしら無茶ぶりの この本番中に本番中にお願いいいですかお母様ってお願いします部活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 、ね、今日部活だからって、ね、そうだね、うん、なんかそんなこともこれからね計画していけたらなと思います、ねうんねうん、楽しみまた楽しみが増えました 、ね、だってウクレレね、できる人を広めたいじゃないやっぱり、はい、広めたいですね、広めたいよね、こんなに楽しいものだもんね、はいうんうん、本当です、はいね、今日は本当にありがとうございましたありがとうございました。今日の後半のゲストはさやさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそれでは告知コーナー参りましょうか。はい、はいはい、いよいよあさってになってまいりましたね、はいうんはい、9月26日は二郎の日ということで、9月26日木曜日夜の8時から、はい私たちの、ね、プロデューサーでもあります川上二郎さんの、秘密基地からの配信ライブがございます、はい今月はですね二郎のしっとりお月見バラードナイトということで、全曲バラードでやられるそうですので、はい、ねそんなにねバラード歌わないなんてね聞いてはいますが、どんなセットリストになるのか、はい、楽しみですね。本当ですね、はい楽しみです。はい、この日は秘密基地から超高音質高画質、6カメラで配信いたします、はい、チケットの方はまだまだ、発売中ですね。ツイキャスのプレミアム配信、配信チケット2500円になっておりますので、はい、ぜひ、ツイキャスの方でお求めくださいませ。よろしくお願いします。はい、そして10月の10日なんですが少し先にはなりますがこちらは世界同時ハミングデー2024が開催されますこちらね広島にありますピースウィングスタジアムとあとオンラインで行うんですけど同時にみんなでハミングで歌を歌うの、はいはい、これねハミングだから全世界みんな言語関係ないんですよ、うん、っていうハミングなの、はいはいはい、でそれを角張りゆきえさんという方がやってらっしゃるんですが昨年も10月10日に行っていて今回はこのスタジアムで行うので広島にお住まいの皆様はぜひ会場に足をお運びいただきたいなと思っております。すごいね、うん、はい私は会場には行けないのでオンラインの方で参加しようと思ってるんです。これは配信もあるんですね。はい、はい、ズームでねみんなでつないでみんなで歌うっていうのがありますのでぜひ皆さん気になったらチェックしてみてください、こちら世界同時ハミングデー2024で出てくると思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして、はい、私たちのイベントの話の前に何か行きますか、はい、どうぞどうぞいいですか、はい、どうぞどうぞ。じゃあ私たちのイベントこの後18時15分ぐらいから、はい、またゴーゴーソレイユチャンネルやらせていただきますが、はい、ハニオンベリー10月の19日に、ハニオンベリーのウクレレ時プレゼンツこちらね5周年なのでねそうなんですよ、はい、ウクレレ時プレゼンツ、はい、大女子会ウクレレフェスウクレレの奇跡 in ソレイユの丘を開催いたします。こちらね大女子会ウクレレフェスってなってますが女子しか参加できないわけじゃないんですよ皆さん、はい、勘違いなさらず誤解なさらずに、はい、男性もどんどん見に来てください。そうですね、はいはい、もうきっとね私もこの日はねすっごいいい天気のイメージなの。そうですね、そうすっごいいい天気、ね、10月だけど暑いって感じ。そうそうそう、うん、必ずハニオンベリーが晴れを
オーダーしておきますので皆さん遊びにいらしてください、はい。ソレイユの丘は神奈川県の横須賀市にあります。こちらはもし電車でお越しいただく場合には、京浜急行の三崎口の駅からバスがございま す, で, す、ね、でも車でお越しいただいた方がスムーズかもしれないです ね,、はい、ですね、はい。駐車場が3カ所ありますので車でお越しいただいても大丈夫です、はい。こちらソレイユの丘は入場無料、そして私たちのイベントも観覧無料となっております。そうなんですよ、はい、そうなんです。つい、先日の土曜日に、はい、行ってきたんですけども、ソレイユの丘、はいはい、今ねハロウィンの、ね、装飾がいっぱいされててね、あ、そうなんですね、可愛、うん、かったですよ。じゃあ10月19日 も,、はい、もちろんハロウィンのじゃあいろんなスポットで皆さん写真も撮って帰れますね。そうなんです、ね、お花もねすごいまだまだたくさん咲いてましたんで。そうですか、うん、じゃあそれも一緒に楽しんでいただけますね。絶対楽しめると思いますよ、はいはい。今回のゲスト様ご紹介しておきます、はい。スペシャルゲストにエリさん、そしてウクレレスイッチトリオさん、小梅ちゃん、マチコマウイさんにご登場いただきます、はい。で私たちハニーオンベリーは川上二郎さんと、そしてウクレレスイッチトリオのさくらさん、そしてパーカッショニストの小林はじめさんをお招きいたしまして、ハニーオンベリースペシャルバンドで演奏させていただきます。ハニベリーバンドですよ皆さん、初めての試み、ちょっと前に第1回リハーサルがあったんですが、はい、まあ気持ちいいだって皆さんプロだもんね、もうプロを後ろに従って歌う私たち、プロの皆様にサポートしていただくほどね気持ちの良いことはございません、すごい。もうさくらさんとかピューンとかドクドクドクンやってくれちゃって ね、そのなんかリハーサルしてるのがもうそのリハーサルすべてを動画に収めたかったぐらいの、はい、まあ、二郎さんが、はい、さくらちゃんここはさこうしてくれるって言って、もヒュンってこんな感じでいいですか、でそうだな、ね、そこもちょっとって言ってヒュンって、ね、そうそう、ちょっと音数減らしますかどうしますかみたいなね、すごいよね。そしてはじめさんとのね、もう二郎さんとの、その二郎さんもちゃんとはじめさんにうまくできるように、うん、ちゃんとこう要所要所でここからこういきますっていうアドバイスしてくださって、はい、うん、ね、はじめさんもさくらさんも私たちの曲って今回初めて聴いてるわけなのでね、はいはい、昔から知ってる曲じゃないわけじゃないですか、うん、はい、だけどプロの皆さんは素晴らしい、素晴らしいですね、本当に、ね、本当に皆様ありがとうございます。歌って背中を向けてるんですけど3人には、はい、もうニヤニヤしちゃうよね、もう私あの日本当にすっごい笑顔で私たち歌ってましたよねそうそうそうちゃんと曲の終わりとかをちゃんと私たちがはいって締めないといけないのに、そう、ね、もうそれすらもう忘れている、もうニヤニヤしてしっぱなし、そうでしたねそして先週のゴーゴーソレイユチャンネルをご覧いただいた皆様はご存知かと思いますが、はい、実は今回のイベントに向けまして、はい、私たちプリンセスプリンセスのドラムの富田京子さんから応援メッセージをいただいたんですよ。そうなんですよ、ね、皆さんちょっとね先週のもアーカイブ見ていただき、はい、ね、先週のアーカイブをぜひ見てください、はい、応援メッセージをいただいております、はい。ね、でまあ、そんな関係で、はいはい、もう大丈夫なんだもんね今日から情報解禁、情報公開禁になってるんですが、はい、先週もちらっとお話しちゃったんですけども、はい、10月の、13日の日曜日ですね、はい、辻堂で行われます、フェスに私たち、はい、参加させて、辻フェスに参加させていただきます、はい、はい、まあ、それはね、この先ほどの富田京子さんから、はい、お誘いいただきまして、そうなんです、はい、京子さんがこうね、ワンコーナーを仕切っていらして、はい、その中でハニオンベリーも10分間演奏させていただくことになりました、はい、はい、ね、まあ、いろんなご縁がつながって、ね、その日になるわけですけれどもね、はい、はい、またそんな話もおいおいね、させていただこうと思いますが、させていただこうと思いますね、はい、楽しみですね、はい。そして来週のゲスト様なんですが、はい、今日前半にもお伝えしておりましたが、16時台にはブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さんと、はい、写真家の石田美奈子さんのインタビューを私たちその日に撮ってまいります、はい、そしてそのまま16時から流す予定です、はい、はい、翔ちゃんよろしくだからできるだけ編集とかしなくてもいいようにしっかりインタビューしてこようかなと思っています。なんか考えておくの、はい、それって北原さんがたくさんお話ししてくださると思うんです。ふむふむって言ってればいいですか。
そのつもりで言います。私は北原さんがたくさん佐島についての思いとか、そうですよね、佐島邸は北原さんのコレクションの一つなんで、はいはい、もうそのお写真見ながら、うん、会場でお写真見ながらインタビューをしていくので、うん、北原さんがたくさんお話ししてくださるに違いないと思っています、はいね、でも本当にあそこ、いや、この、ね、素敵なお家を 私、うん、私はその外観だけ見てたんですけど、はいはい、どなたのお宅なんだろうなってずっと思ってました。そうですね。なのでね、来週はちょっと私たちがドキドキしながら16時台は お届けして、そして17時台にはシンガーソングライターの谷あゆ子さんをお招きいたします、はい、谷さんもね素敵な方なんですよ。私レインボータウン FM の番組を、はいはい、月に1回お手伝いしていて、そこでご一緒させていただいている方なんですが、うん、はい、とても素敵なシンガーソングライターさんなんでね、皆様にぜひご紹介したいと思って今回お招きいたします、はい、来週も盛りだくさんだな、はい、本当にちょっと痩せる思いが、でも痩せないと思うけど思いだけね、思いだけ、うん、あともう一つね、はい、先週もね、ご紹介させていただきましたけれども、10月の26日27日と、はい、ウクレレキャンプっていうのがあるんですね。そうですね、はい、まちこまういちゃんが、ゲストでご参加される、秩父にございます、はい、ケイナ秩父というところのねキャンプ場で、ウクレレキャンプというイベントが開催されます、はい、ここにお泊まりいただいてもいいですし、日帰りでもいいので、そうですね、ウクレレキャンプで多分検索していただくと、はい、このね、イベントの ご案内が出てると思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、この放送はハニーオンベリーのゆりとかながお届けいたしました。ハニーオンベリーのウクレレ時は毎週火曜日16時から18時までの生放送です。番組へのメッセージリクエストをお待ちしております。この後は野心がけいこさんの番組です。引き続きコマラジオをお聞きください、はい、この後それちゃんもありますのでよろしくお願いいたします、はい、それでは来週もウクレレ時でドキドキさせちゃいます。ありがとうございました。照らして